ティラノお兄さんだよ。カルノお姉さんよ。リノガーデンへようこそ。リノガーデンでは言葉にちなんだお勉強をするよ。今日はカキクケコのカ。カから始まる歌、知ってるかな？今日歌うのはカタツムリよ。でんでんむしむしかたつむり、お前の頭はどこにある？角出せ、槍出せ、頭出せ。でんでんむしむしかたつむり、お前の目玉はどこにある？角出せ、槍出せ、目玉出せ。これがカタツムリだよ。でんでん虫って呼ばれることもあるのね。うん、渦巻きの殻から出てこい、出てこない、出ない、でんでんで、でんでん虫と呼ばれるようになったと言われているよ。へえ、なかなか出てこない、ガードが固い生き物なのね。もう一度歌うから、みんなも一緒に歌ってみてね。でんでんむしむしかたつむり、お前の頭はどこにある？角出せ、槍出せ、頭出せ。でんでんむしむしかたつむり、お前の目玉はどこにある？角出せ、槍出せ、目玉出せ。一緒に歌えたかな？隠れているのは誰だ？ヒントはカから始まる動物だよ。カメでした。ねえねえ、みんなはカルタって知ってるかな？カルタ？カルノタウルスなら知ってるわ。カルタは文字が書かれたカードを取り合うゲームだよ。例えばここにカードを並べて、小松菜は東京生まれの江戸っ子よと言われたら、このカードを取るんだ。なるだけ早くカードを取って、最後にカードを多く取った人が勝ちだよ。わあ、やってみたい。それじゃあカルタを並べるね。お姉さんより先に見つけられるかな？お弁当、星がかわいい、お蔵入り。お弁当だから王を探すのよね。お、お、お、見つけた。じゃあ次を読むよ。アスパラで明日も元気パラダイス。アスパラ、あ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 った。次を読むよ。売り違い、中身の色がわかるかな？はいはい、これこれ。残念、それはクだよ。間違ったカードに触れた時はお手つきと言って、次が一回お休みになっちゃうんだ。ええー、残念。当てずっぽうじゃダメなのね。
それじゃあ、次を読むよ。エリンギは、バター炒めが美味しいよ。あー、絵ならわかってたのにな。悔しい。でも、次は参加できるから負けないわよ。じゃあ読むね。芋、うまい。収穫祭だ、芋祭り。芋、芋、芋。いい、あった。どうだったかな？カルタのルールはわかったかな？カルタって面白いのね。カルタにもいろんな種類があるから、好きな種類のカルタを遊んでみてね。ディノフレンズ。アンキロサウルスの女の子とトリケラトプスの男の子はとっても仲良しのお友達。今日も一緒に遊んでいます。アンキロお姉ちゃん、聞いて聞いて。どうしたの？あのね、あのね、こないだすごいいい雨が降ってね、ザーってなってね、風もビューってすごくてね、それでね、それでね、なんと雷がドドーンってなって僕のすぐ近くに落ちたんだ。それは大変。僕すっごく怖くて全速力で走って逃げたんだ。うんうん。あれ以来怖くって、雨が降るたびにまた雷が落ちるんじゃないかって怖くて怖くて。トラウマになっちゃったんだね。うん。あ、空がなんだか暗くなってきたような気がする。怖いよ。大丈夫。雷なんて私がぶっ飛ばしてあげるわ。見てて、必殺のアンキロお姉ちゃん、しっぽでビカーン。ね、すごいでしょ。アンキロお姉ちゃん、しっぽから電気が出てる。かっこいい。僕もやりたい。僕にも教えて。いいわよ。今日から特訓だね。しっぽでビカー、しっぽでビカー。隠れているのは誰だ？ヒントは、カから始まる動物だよ。カメレオンでした。リノガーデン。さあ次はカから始まる動きを見てみるよ。カから始まる動きって？例えば変わる、噛む、片付けるだよ。変わる、噛む、片付ける。ほんと、全部カから始まる動きね。どんな動きか見てみよう。変わる、噛む、片付ける。表紙に合わせて言ってみよう。変わる、変わる、噛む、噛む、片付ける、片付ける。できたかな？もう一度やるよ。変わる、変わる、噛む、噛む、片付ける、片付ける。楽しくできた人？はーい。リノガーデン。それじゃあ最後にイロハの歌を歌うよ。あいうえおとは違う順番で言葉の音が出てくるのよ。今回の文字、かがどこにあるのか探してみてね。いろはにほへとちりぬるを、わかよたれそつねならむ。ういの奥山けふこえて、
朝き夢見しえひもせす。鳥泣く声す夢覚ませ。身を明け渡る品歌詞を。空色映えて沖杖に。豊富眠れ犬も屋のうち。今日のディノガーデンはこれでおしまい。また見てね。バイバーイ。